フェローバギーは1970年4月にダイハツ工業が生産、販売したバギー風景ピックアップ。東北及び北海道を除く日本国内で100台限定で販売された。実用性を重視した乗用車や商用車が主流であった時代に FRP ボディによるユニークな外観とスポーツカーに準じる2人乗りという軽自動車規格を備えていた。 形式は L37PB。同社の軽商用車である、フェローピックアップ用のエンジンシャーシー、ドライブトレインを流用。外反を外してその上に、軽量なバスタブ型 FRP を乾燥している。ボディのほぼ真ん中に2名分の座席を設置、その後ろに 150kg の荷物スペースを確保する、ことで、軽トラック登録とした。 エンジンもフェローピックアップと同じ 360cc、26ps、5500rpm、最大トルク 3.5kgm、4500rpm の2サイクル仕様。最高速度は時速 95km。屋根にはビニールキャンバスが貼られている。メーター周りはフェローピックアップからそのまま持ってきた大型スピードメーターがハンドルの左。 フロントパネルの真ん中に配置されている。ハンドルの正面にはライト、ワイパースイッチが並んでいる。ありがとうございます。